2012年10月1日にナオミヨンが歩みをスタートさせる一つのきっかけになったのは石巻への旅だった。道をテーマに映像を作ろうと考えた時、石巻をもう一度訪れたいと思った。石巻に来ました。7年ぶりです。今日はお天気にも恵まれてすごくあったかいというか暑いぐらいです。7年前はもうちょっとこうなんていうかどんよりした空気、まあ無理もないんですけど、震災の直後だったんですけど、今回はちょっと綺麗な石巻の美しい部分を見て帰りたいなと思って来ました。あの日ここ日和山から見下ろした景色を思えば、今は随分色がついていて少し活気が戻ったみたい。もちろんまだ更地のままのところもたくさんで、戻りたくても戻れない人、戻るのが怖い人、もう二度と戻らない人もたくさんいるのが現実。2011年に訪れた時は現地の方のご自宅に寝泊まりをさせてもらった。その時にお世話になったのは、自宅1階を作業場としている建具屋さんの及川さん。久々に再会した及川さんはお元気で、相変わらずの優しい笑顔だった。湯ヶ原ってね、全部工場にしたんですよ。工場、工場にして全部つなげて作業場にして、広い、新しくて、あれこれはみんなそのままだね、うん、こっちは自分で直して、うん、ここだからどうにでもって感じで、うん、そうなんだ。それまでもう段差ここここなって、今年のね、3月ぐらいですよ、きちんとなったの、うん、だからやっとですよ。そんなすごい時間かかる。やっとなんですよ。ここに柱あったんですよ。あ、そうなんですか。それが流されで、車で流されで、でリフォームにこの中にあった柱をもったいないからっつってここにつけてもらったんですよ。リユース。そうそうそう、利用して。これ来た時になかったの。あ、そうなくても。あ、上はあったの。そうそう。なくても、うん、もあの。支えられてたってことですか。そう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 、この丸太でね、うん、この子が頑張ってた。この丸太で横で支えてやってた、ね、うん、確かにこことここの雰囲気違う、ね、違う、うん、だからまあうちにやったやつだから、うん、じゃあこれ使おうって使って、うん、でもちょうどいい感じですね、あれそうですけどね、すごい綺麗になりましたよね。おかげさまでなんかね、やっとあの上にやって落ち着いて進めたのが、うん、あれから3年ぐらい経ってからだね、やっとほら、いろいろ壊すか壊さないかも迷って、うん、迷って、そうそう残してっていう感じで。これでも天井かっこいいですね。あ、これなんかね、うん、昔のね、唐草天井って珍しいやつですね。傘、確かに傘みたい、うん、だからちょっと、リフォームするときに、もう家から全部最初貸そうかなと思ったのね、うん、こういうのもね、うん、もうしたらやっぱもったいなんねえよって言われて、うん、なかなかないですね、うん、新しくまた作ると違ってしまうし、そうそうそう、でこんな壁棚の天井とかね、考えてみればやっぱ悩んでるときってあんまり悩みすぎてほら、うん、ハマっていくでしょ、なんか前がね、だからいいやっ って感覚で、そのときの壊、うん、そうかなと思ったんだけども、うん、でもやっぱ残していかったなと思ってね、残さなかった時って戻れないから、うん、そうそう、今おかげさんで仕事もね順調に来て、本当に皆さんのおかげで感謝してるね、本当に千田様さん、千田さんとかいろんなまあね、私は全然まだ何もできないんですけど、いやいやいや、やっぱその時もねみんな助けてもらったからね、だから北海道でもほら地震あった時ね、あの日
瀬さんと同じ、ね、久井さんに来たんだけどもね、うん、大丈夫ですかって言って、ね、うん、でもほら停電ももう1日2日だったからって言われて、うん、なんか必要なのありますかって言ったら、大丈夫大丈夫って言って、チンプラグで大丈夫だからって言われてね、でもね、なんか心配だよね、やっぱね、自分が1回になったね、うん、そういうのがね、大変さを知ってるだけに、そうそうそう、だからやっぱね、奈美ちゃん見てくね、東京からたまに来て、うん、あの来る人もいいんですよ、うん、やっぱその人たちにはやっぱ経験上のちっちゃいこういうラジオさえあれば、うん、情報さえあれば動けるから、うん、関連知識のね、うん、あれ一つ持ってれば、うん、なんとかなんとかなる、うん、食い物だってなんか流れてきたりね、あとボランティアさん持ってきたりする、うん、やっぱ情報ねえと動けねえからね、確かに間違った情報でね、そうそうそう、あれするとで、携帯とかでラジオ聞けるって言っても携帯もすぐ電池ねぐなくから、やっぱやっぱね、あの炭酸のラジオみたいな、うん、あの携帯のあのラジオっていうのはやっぱね、それ専用のものだから、そうそうそう、必要だと思う、あれさえ用意しておけばね、うん、俺はそれしか言わないんだよね、うん、でラジオあったから津波来るのも分かったし、逃げる場所も分かったし、うん、ここまで来れば大丈夫だなっていうのも分かるからね、うん、まず命だもんね、うんうん、判断はつかないですよね、その時って、そうそうそう、何もねえとね、人の動きだけでさ、それ危険だよ、人あっちに一遍行くから俺も行くって、なんか根拠もねえのにね、うんうん、自分行動するのはやっぱ逃げる範囲しかね、そうそう、だから人いっぺんいれば大丈夫かなって、うん、そうでもないしね、うん、やっぱ情報、情報だよね、正しい情報、うん、7年前には見ることができなかった石巻の美しい場所、変化したところ、変化できないでいるところあるけれど、石巻が歩む道の途中を垣間見させてもらった旅、ナオミオンもまた道半ば、立ち止まること、減速すること、時には突っ走ることもあるけれど、生きている限り私をナオミオンをやめないでいようと思う。